皆さんこんにちは、ナミです。ニシです。今日は新作アイテムが届いたんで皆さんに紹介したいなと思って動画を回しています。よっ、実際ゴルフブランドのレザーレスクッションさんとコラボしていただくことになって、パーカーができたんですけど、そのパーカーがこれくらいやったら皆さん求めてくれるかなっていう枚数作ったんですけど、実際15分で完売して、そこから予約受注生産みたいな形になって、本当に私たちが思う枚数をはるかに超えたというか、もう本当にありがとうございます。ありがとうございました。すっごい嬉しかったですよね。てか本当びっくりした。びっくりしましたよね。ほんまに15分、本当なんかね、グッズ作ってほしいって言ってくださってる方々に、その思いとして、ちゃんとしたものを作りたいっていう気持ちがあったんで、ゴルフブランドの方とコラボさせていただいたんですけど、それがまさかのそんだけ求めていただけるとは思わなくて、本当嬉しくてありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、本当皆さんの手元には今届いていると思うんで、喜んでいただけたら嬉しいです。ね、買って早速タグ付けしてくれたりとかね。あ、そう。嬉しかったですよね。早速練習行ってくるわって言ってくださったりとか、この動画を撮ってる時はまだね、受注生産で予約してくださった方にはまだ届いてない段階なんで、その後どういう感じになってるか分かんないんですけど、喜んでいただけてたら嬉しいです、はい、でその時にですね、発売日に YouTube ライブをして皆さんに紹介したんですけど、その時コメントでキャップ欲しい、キャップも作ってやみたいな感じで言われたんですよ、視聴者様から。で私がそこレザレクションでやってたんで、レザレクションの方にキャップもコラボしてくれませんかって言ったら、いいよって言ってくれた。そんな流れで始まったナミレクションのキャップとバイザー、またコラボさせていただきまして、もうあの後すぐにね、皆さんデザイナーの方々が動いてくださって、ナミレクションのナミレクションと今回のナミゴルフっていうデザインの文字だったりとか、もういろんなところにこだわりがあるように作ってくださったので、それを今日ねできたので皆さんにお見せしたいと思います。で今概要欄に貼ってあると思うんですけど、今日から発売で、今もうホームページに見えると思うんですが、そこから飛んでいただければ見れます。で実際ね、今からものを見せていきたいと思いますんで、ちょっと待ってください、じゃん。いいっすね、シンプルで。ね、まずはネイビーのキャップです、ネイビーで、このキャップはじゃん、ナミゴルフっていう文字にしてくださって、なんかね、もうナミゴルフってそんな主張せんとってと思ったけど、めちゃくちゃ可愛い文字になってて、マジ感動しました、ね、これ可愛いっすね。で、ここはレザレクションさんとのコラボということで、レザレクションさんのロゴが入ってます、でね、ここが一番嬉しかったんやけど、見て、こんなとこ普通コラボとかでやらせてくれへんねやけど、見えます？ああ、その黄色いところ。そう、ここね、レザレクション、レザレクションっていつも入っとんやけど、この時はさりげなくナミゴルフになってるんですよ。めっちゃいい。やばいやろ、これがほんまに嬉しかったです。で、ここはね、レザレクションさんのこだわりの中の柄がレザレクションのものですね。こんな感じです。で後ろもレザレクションさんの文字が入ってて、可愛いですよね。いいっすね、シンプルで。かぶります。こんな感じです。いいね。ね、めちゃくちゃシンプルやし、ネイビーやし、ちょっとゴルフウェア着てないから皆さんちょっと想像しにくいかもしれないですけど、主婦でも着れるんやなって感じですね。ね、なんかラルフローレンとかチャンピオンとか、そういうキャップ、結構流行ってるじゃないですか。ああ、こう浅いやつね。そう、街中でおしゃれな人がかぶってる。確かに可愛い、ね、ネイビーはこんな感じです。じゃーん、白です。白ね、白のキャップ、これもデザインは一緒です。ナミゴルフになってて、レザレクションで、レザレクションが、はい、で中もナミゴルフ、ナミゴルフ書いてるやつ、はい、こんな感じです。デザインはさっきと一緒で色違いですね。はい、白はね、何でも合わせれるから。確かに可愛い、うん、でも普通に可愛いよな。さすがレザレクションさんって感じちゃう。ね。なんかもっとなんやろ、ここ違和感あるんかなとかちょっと思ったりしたけど、めっちゃ可愛い。こんな感じでございます。いいですね。じゃあ最後のキャップのカラーをお見せします。はい。これはね、皆さんの期待値が高まってると思いますよ。それはもし
かしてあれ、はい、あれやと思ってますか？あれだと思ってますよ。あれやと思ってます？はい、そりゃ期待を裏切るんで、ナミゴルフはね。はい、黒黒かーい黒でした。まあ一番来やすいですね、やっぱ黒はね。はい、本当に、はい、やっぱ黒は一番いい結局は私が好きなだけかもしれんけど。黒結構好きなんですか？なんか黒キャップって絶対必須じゃないですか、うん、だってみんな持ってません、うん、だってどこでもやっぱ練習場行って黒キャップかぶって練習してるだけでかっこよく見えません？えそれは女性も男性もなんかやっぱこうスマートに見える気がする、うん、気のせいかな。なんか自分の世界持ってる感じ、黒キャップかぶりながら練習してる。マジで持ってるわだいぶ持ってるタイプやこんな感じでデザインは一緒でございます。西井からありがとうございます。ねえ、キャップはこの3色なんですよ。はい、まあシンプルやし可愛いし、まあどれでも可愛い感じ。でもほんまに、あ、今回は個数が限定で受注生産する予定ないんで。あ、なるほどなるほど。そうなんよ、だからこれがなくなったらもう終わり、はい、そうなんよ、全然予想できひんけどこの前15分でなくなってもだから、ね、でもキャップの場合は受注予約が多分できひんね、うん、だからそういうのはもうできんくて、うん、もうあるだけって感じでございます。でも欲しい方は今止めて買った方がいいですねそれはやばい、動画止めて買った方がいいです。いやいや見て、最後まで見てから確かに、あの見んでももうネット見たらカラーわかるから。じゃーん、これはファイザーバージョンです。いいですね。いいでしょ。これは、はい、ナミゴルフじゃないんですね。違います。これはナミレクションで、これはな、あの、わお。ここがレザレクションさんのやつでっかいんですよ。ここポコンって。幅が広いの。そう。でも私は細い方が好きなんです。うんうん、で今回はナミゴルフとのコラボということで細いバージョンを作ってもらいました。あ、通常のやつよりも細いバージョン。そう。ナミちゃんの耳が喜びますね。はい、そうなんよ。てか頭がさちょっ と特殊やから、このバージョンじゃないと苦手で、うんうん、こんな感じです。いいっすね。はい、やっぱりじゃん、ナミレクションって書いてて、うん、これこう、これはあれやね、特に中のあれとかはない、ここだけが特別って感じかも、うんうんうん、あとこれの幅ね、うんうんうん、かわいい。いいっすね、ありがとう。私作ったのかな。じゃーん、白バージョン、かわいいわマジで、ね、でも色がさ、レザレクションさんのやつはさちゃうやん、うんうん、今回黒やけど、うん、ちゃうからまたそれが違って、うん、なんか私は好き、うんうんうん、この色が好き、うん、でマジでさこれがさ、そうやんな、あとちょっとしかない顔なし、絶対みんな好きって思ってくれると私はこれを見て思った。この最初なんかどうしよう、在庫抱えてさ一人も買ってくれへんし、一人も欲しいって思ってくれなかったらどうしようと思ったけど、うん、普通に可愛いね。こんな感じです。じゃあ最後ですよ。はい、でも最後はね、うん、だってね、そりゃそうやん、そういう流れですよね。そりゃそうやろ、そういう流れでしかないね、気持ちいいやん。じゃあナミゴルフの裏切りなんで出たやっぱりね、ナミゴルフといえばこれじゃないですか。ナミゴルフといえばっていうか、ナミちゃんのベスト更新といえばみたいなとこありますけどね。そうそうそう、うん、やっぱ黄色なんで、皆さん黄色とブルーでぜひ幼稚園やってください、はい、いいっすね。でも黄色ってな、その幼稚園児って言われてるけど普通に可愛いんでね、うん、まあこれはなかなか誰も欲しいって言わんやろなと思っとうけど、いやだって黄色ってなかなか攻め色ちゃう。まあ確かにね。でも普通に白とかと合わせたり黒とかやったら、うんうんうん、ね、可愛いから、うんうん、ぜひ皆さん黄色もチャレンジしてみてください。いいっすねこの色。でも男性ってさバイザーかぶるのかな。人によるんじゃないですか、バイザーの方が好きっていう人もいるし。うん、そっか。そう、あと僕はあのゴルフの仕事で、うん、髪型、まあ、普段は行かないと、うんうん、髪型そのままで行きたいときはバイザーかぶったりします。なるほどね、うん、帽子かぶるって言わないと。そっか、うん、私はキャップ男子好きやけど、うん、でもこのバイザーやったらちょっと見てみたいかも、うん、黄色のバイザーかぶっとる、うん、てかそれを着こなす男性、うん、まあすごい。てかこの前じゃパーカーを買ってくれて、そのタグ付けして載せてくれてた人がいたんやけど、うん、
前で源さんかな、わかんないけど、たまに乗せてくれる人がいて、うん、その人のパーカーの着方がめちゃくちゃおしゃれやってん。それマジで、あの私の家族 LINE にも見て、ナミレクションめちゃくちゃおしゃれに着てくれそう人おるでみたいな感じで話題になるぐらいおしゃれに着てくれてて、そういう着方してくれてほんま嬉しい。なんかほんとね、パーカーって何でも合わせれるし、こういうのとかも黄色やから、うん、まあね、合わせ方によっちゃ全然見え方違うから、うん、そういうのを皆さん楽しんでおしゃれしてくれたらめっちゃ嬉しいですね、うん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 、びっくりしました。皆さん、あのナミゴルフタグ付けしてくれたら、ね、出てくるんで、うん、なかなかメッセージとか送られても見えないから、そうですね、消えていっちゃうんで、うん、ハッシュタグしてくれたら、うん、あ、私もよく何送り返すやつ、リプライじゃなくてなんかそういうやつ、リプライみたいなやつやるんで、ぜひタグ付けしてファッション載せてください、はい、以上です。皆さんは何が好きでしたか？うん、まあ、こんな感じですよ。ナミゴルフからのグッズなんていうレベルじゃなくて、本当レザレクションさんというね、ちゃんとしたというかすごいブランドさんとコラボさせていただいたおかげで、うん、こんな可愛いものができて私はもう幸せ、うん、本当ですね、ありがとうございます。ね、で欲しいってほんまに思ってくださってる方がいらっしゃったら、ぜひ概要欄から、うん、あの飛んでいただければチェックできるんで、はい、ぜひチェックしてください、はい、本当可愛いです、うん、これは本当に、もしナミゴルフがコンペした時とかはその時の特別バージョンとかも作りたいねみたいな話してたんで、うん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 、それはそれでなんかできたらいいなと思うんですけど、うんうん、まあこれも今しか、もう今だけの特別なんで、皆さんぜひ見てください。この前配信した動画にもあったんですけど、あのナミゴルフコンペも見ますんで、あの4月全部予定空けといてください。ぜひ、あのまだね、準備段階で、この前配信した焼肉の動画で話してるんですけど、ちょっとコンペも開催するんで、それもチェックしておいてください、はい、あの説明、細かいことは一切決まってないけど、4月にするからとりあえず4月の土日全部開けといてください。パワープレイお願いします。そんな感じで、じゃあ、はい、今日は終わりたいと思います、はい、皆さんこの動画がいいなと思ってくださった方は高評価ボタンお願いしま す。そしてナミゴルフの応援いつもありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあバイバイ。